まずは田中さん、はい、プライベートでもよくご友人たちと麻雀卓を囲まれるとのことですが、はい、ご自身の麻雀歴に触れつつお一言お願いいたします。そうですね、麻雀は学生の時から、やっていたっていうのもありますし、もともと好きなのもありますし、なんか先ほどこの今日の様子を見てすごくこう記念すべき日に呼んでいただいたんだなっていうのを嬉しく思ってます。僕自身も麻雀がすごく好きなので、そしておそらくこのリーグに呼ばれるであろうトッププロの方々もすごく仲良くしてくださってる方がたくさんいるので、本当に今日麻雀の歴史となる一日に今日こうして立ち会えたことがすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いします。田中さんはきっかけは何だったんですか？僕は小学3年生の時に昔は駄菓子屋さんとゲームセンターがちょっと一緒になってるって、まだゲーム機もこうテーブルみたいなゲームがあって、でそこは格闘ゲーム、流行ってる格闘ゲームとかは50円で並んでたんですけど、麻雀ゲームだけ20円で誰も座ってなくて、で負けない限りずっと続くのと、勝つとコンピューターの女の子が洋服脱ぐんですよ。なんだこのゲームはと思って、で20円でずっとやってたんですけど、そのたまにこう、ボタンもよく分からず押してて、こう上がれる時と上がれない時、なんでこれは上がれないんだとか、その小学3年生なりに考えまして、でそこから自分で本屋行ったりとかいろいろして1年ぐらいかけてその兄弟と一緒に覚えました。そうだったんですね、はい、続いて本郷さんは麻雀との出会いは何だったんでしょうか？はい、僕もともと赤城の作者である福本先生の漫画が大好きで、カイジとかで、カイジを読んでめちゃくちゃ面白かった後に、赤城っていう麻雀のもうものすごく面白い漫画があるっていうのを聞いて、でそれを読むために覚えましたね、ゲームで。でそれこそゲームはコナミの麻雀ファイトクラブをずっとゲーセンに行って通ってやってました。ちなみにどんな時に誰とやっていらっしゃるんですか？まず田中さんお願いします。そうですね、やっぱこうやる機会は減ってってるのが現実なんですけど、でもついこの間も共演者の方たちとこう麻雀できるできないみたいになって、本当ついこの間共演者で一回タクを囲みました。共演者の方々とも麻雀仲間がいらっしゃるんですね。そうですね、打つのは初めての人たちだったんですけど、すごく喋りながら楽しいひとときでした。僕はあまり芸能人の友達が多くないので、あんまりこう役者さんと打つことはないんですけど、それこそ藤田さんとはリーグ戦にだったり誘ってもらったりとか打つ機会も多いですし、結構あとプロの方と打つことの方が最近は多くなってきましたかね。麻雀最強戦2017で本郷さんと藤田チェアマンは対戦されていましたけど、いかがでしたか？ やられましたいやたまたま、でもそうですね、藤田さんが遠い面にいたんですけど、その時の圧力がすごくて、ドラのローマンが鉄のように重かったのを覚えています。あ、本当になんていうんですかね、皆さんの本気というか、こうこっからスタートしていくんだなっていう、多分麻雀っていうものはすごく昔から知ってる人もいっぱいいて、それぞれに今までついてきたイメージがあって、それを今日から本気で買いに行くっていうのがすごく伝わってきて、なんかそこに立ち会えてるっていうのが、はい、僕はすごくなんか嬉しかったです。はい、年々麻雀のイメージってきっと良くなってきてると思うんですけど、これを機にガラリとこうさらに良くしていこうっていう感じがすごく感じられましたね。今からどのチームのサポーターになるか早く決めたいです。はい、ドラマとか忙しいと思うんですけれど、はい、どういうふうに今人気をどういう状況で受け取ってますでしょうか？おっといやどういう状況と言われましてもありがたいですとはやっぱ思いますけれども、自分自身は何も今までと変わらず、はい、自分にやれることをただ淡々とやっていくだけなので、本当は感謝はあれど本当それぐらいです。普通に麻雀を打っていたのに、なんかある時パッてハイパー開いたら、あれなんか3面図あるみたいな、あれえでも
これ指し語にするにはこれ2と5どっち来るかすげえ大事だぞみたいな、どうしよっかなみたいな、泣いて確定させちゃおっかなみたいな、いやいやいやみたいな、わかります？そんな感じです。ありがとうございます。本郷さんは？僕は特にいいハイパイも来ず、でもめちゃくちゃ悪いハイパイも来ず、なんとか飛ばないように1000点ぐらいをキープしている状態ですかね、ここ15年ぐらい。はい。